こんにちは、ガミです。ということで、いろんなったんで Vlog やっていきたいと思います。最近さ、この1、2ヶ月ぐらいさ、こう YouTube を開くとさ、こうやって、俺みたいにさ、一人で喋って YouTube やってる人がいっぱい出てくるんだ、なんか、仲間いますよ、みたいな感じで。ほんで、そのうちにさ、一人面白い人がおってさ、クラブをやりたいんだって。音楽のクラブをやりたいとか言って。ほんで、なんかずーっと毎日さ、こうやって語っとるんだわ。まあ、その人は部屋で話しとるけど、カメラ回してさ、ほんで、こういう計画で、こういうクラブをやって、こうこうこうで、今は資金がないもんで、ちっちゃい規模から始めてとかさ、それは結構さ、まあ、面白いっていうか、なんていうの、やっぱ、やってない人の頭ってそういう風なんだ。俺、うちは別に、まあ、クラブではないけど、クラブ的な営業もしてるし、いろいろ知っとるけど、ああ、やっぱ経験してない人ってこういう風に思ってんだ。だから逆に言えば、いや、まず失敗するだろう、その考えは、みたいな感じなんですよ。で、まあ、それを見ててさ、もうやりゃいいやんと思って。やれば、まあ今やってないからゼロでしょ。で、やったら1になるでしょ。前もゼロ1ベースみたいな、なんかビジネスでよく言うでしょ、みたいな。ゼロから1にする段階と、1から100に向かっていく段階みたいな。まあゼロ1で言えば、ゼロ1で1になるのって結構大変なんだけど、1になると、お金だけじゃなくて、お金よりも、なんか見えてくるものがいっぱいあるなって、やると。要は、まあ、マイナスな要素もいっぱい知るし、プラスの要素も知るし、なんか、やっぱりさ、やりゃいいのにって、俺は思いながら、見とるわけ。で、その人なんかはさ、ノンアルだけ、みたいな、健全なクラブを作りたい、みたいな。でも、店の大きさは10坪です、とか、もうそんなん、もうクラブっちゃうやんって思いながら、で、面白いよ。本当にその人にとっては、これがいいと思ってさ、いろんな事業計画とか考えとるんだろうね。だけど、で、周りの人がアドバイスみたいなするんだわ。いやー、酒売った方がいい。収益源酒ですよ、とかさ。いや、だけど俺はこの形の店がやりたいもんで、つって、やっぱ自分の事業計画に自信がある。まあ、当然、自信があるから勝負するんだろうけど。だけど、やっぱり経験した人からすると、いやそれはって思うでしょ。だけどやってない人からしたら、いや、いけるって思うでしょ。まあ結局それの繰り返しで、どんどんビジネスなんかはブラッシュアップしていくんで、なんかさ、本当になんか勉強になるというか、あ、こういう考えもあるんだってめっちゃ思う、そういうのを見てて。だから、まあその人やりゃいいんだよね。やってもどんどん改善していけばいいと思うんだよね。ほんでさ、やっぱりそれ見ててもう一個思うのは、01じゃなくて0100をみんな考えてるね。そのプロセスをあまり考えてないっていうか、だから例えば01の話で言うとさ、俺も3週間ぐらい前か、1ヶ月はまだ経ってないと思うけど、YouTube でさ、1個チャンネルがまた収益化できましたって言ったでしょ。それ01やん。今まで0だったんだけど、この3週間ぐらいで15ドルぐらい、その、広告費で入ってますよって今表示されてるわけ。まあ、2000円ぐらいはさ、もらえたわけ。だけどさ、YouTube をやってない人からすると、YouTuber ってめっちゃ儲かるんでしょうとか言って、月100万とか1000万とか、儲かるんでしょうって、もうそれほぼ100やん。もう0から100までのうちもう成功やん。100で1をすっ飛ばすっていうか、1をバカにしとるもんで、いやいや、なんかそんな毎日やって2000円みたいな、なんかそんな感じなんですよ。でもこれこそ前言った時給の概念がないって言って、その時給なんかで換算したら多分10円とかじゃないん、そんなの。3週間で2000円なんてさ、10円もないかみたいな感じは、時給なんかで考えてないでしょ。で、それもいきなりさ、 YouTube イコール100万円1000万円
そんな2000円なんてもうアホらしいやん、バイトした方がいいやんっていう考えの人は多分成功しないじゃん。で0から1になって1から100まで伸ばす段階フェーズに入ると、これはまたやることっていうのが変わってくるもんで、そこはそこでまた楽しいわけですよ。だから今の例えの YouTube でいくと、じゃあようやくその0から1になりました、なんか1000円でも2000円でも YouTube で入ってくるようになりました、じゃあこっから100万円1000万円するためにはどうしたらいいのかって考えるときに、その01の時にやってきたそのお金じゃなくて経験っていうのがめちゃくちゃ生きるわけですよ。だからそのクラブやりたいっていう人も、健全なクラブやりたいっつって事業計画書いてやっとるけど、まだゼロフェーズなんですよ。でその事業計画っていうのは100を見てるんですよ。だからそのいざやっていきなり成功するわけないもんで、いきなり100にできるビジネスなんてないから、だから次は1を見なきゃいけないのに、だから01は大変だけど1から100は要は容量を掴んどれば結構早かったりとかもするじゃん。まあ俺100行ったことねえけど俺が行きたいぐらいだけど、だからその人も一生懸命100のことを妄想して事業計画立ててるから、実際にやってる人たちからしたらちょっと厳しいんじゃないっつって、まあ、YouTube でもみんな YouTube イコール100万1000万儲かるみたいなイメージがあるから、その1何それみたいな、そんなんだったら働いた方がいいわみたいなになるじゃん。だからそのクラブの人もさ、やりゃいいのにと思って、やるためにはさお金もいるでしょう。じゃあ事業計画の100を成功させることを考える前に、まずその1を作るためにいくらいるのかとか、1を作るためにどういう人脈がいるのかとか、1を作るためにどういう動きをしなあかんのかっていうことに結構な力を注いでやれば、いざ1ができた時に次100に向かっていく時の行動っていうのがすごい明確になってくるんだわっていう話でした。だから最近ね、本当に YouTube 開くとさ、いろんな一人語り系が出てくるんだわ俺みたいな一人語り系が出てきてさ、まあそのクラブの人とかチャンネル登録さまだ300人ぐらいしかおらんのにさ、めちゃくちゃコメントが書いてあるの、何十件とか、すげえと思って、なんでこんな面白くない素人がクラブやりたいって言ってるようなやつが、別に話はそんな面白くないからさ、なんでこんなコメントあるんだろうって見てたら、その人令和の虎に出てたわ。だから行動力がすごいんだろうね。この間もさ、俺今マーケティングのあれ言っとるでしょ。ほんで何、行動する人とかは何パーセントとかよく言うじゃん。じゃあこういうのありますよっつって言った時に、行動する人は 20% だと。ほんで、あ、それいいなと思いながらも何にもやらないのは 80% だと。でさらにその行動した上でそれを続けていくっていうのは 5% だと。でこれはよくさ、俺らのなんていうの、こっちのやる側のメンタルを上げるときにさ話すことじゃん。その例えば YouTube いいやんとかって言うけど、やらん人がもう8割だと。俺みたいにアホみたいにやってずっと続ける人は 5% だと。だからこうやって商売に勝てるように頑張っとるんだっていう話じゃなくて、これ逆で、その宣伝をしたときに、商品の広告を打ったりとかした時にも、あ、これいいやんって思ったけど買わない人が8割だっていう話ね。こっち側の話じゃなくてお客さん側の話で。だから例えばじゃあうちだったらクレープのやりましたとか言って、生クリームたっぷりのクレープですとか言ってインスタとかに書くやん。でいいねとかっていっぱい押してくれたとしても、その中から本当に買いに行く人なんて2割だと。でそっからまた何回も買いに来てくれる人なんて 5% しかおらんっていう、 0.5 割だっていう話よ。だからまあその人はすごい行動力がある、し、そのなんていうの、 YouTube やったり令和の虎出たりとか
YouTuber って毎日やっとるよね、本当に大したもんだ。だからそっちの意味ではその 5% に入ってると思うけど、果たしてそれだから自分が 5% に入っとるからっつってお客さんのその 5% をつかめるかどうかっていうのはまた話が別だもんでね。まあそういうことに気づいていくんですよ、01ベースで1回店をやってみると、あそういうことみたいな、全然来んやみたいな。だからね、まあいろいろ今からさ、いろんな事業をやる人とかおると思うけど、独立したりとか、あの100の事業計画なんて、まあそれは必要なんだけど、最終目標だもんね。それはあくまでその100の事業計画っていうのは最終目標であって、まずは1を作ることに集中してやった方がいいんじゃねっていう、もう店やりてえとか言って理想の店の事業計画書いてるからやったら作っちゃった方が早いんじゃねっていう話でした。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。